改めましてこんばんは、佐々木智也です。こんばんは、アシスタントの日本放送アナウンサー飯田浩司です。さあ、メッセージたくさん届いております。横浜市の浜野大ちゃんさん、40歳の方。佐々木さん、日本シリーズパッと見両チームともいい試合するなと思って見てたんですが、よくよく見るとベイスターズは細かいミスやエラーが目立ちましたね。一方ソフトバンクはとにかくミスが少ない、しっかり先制してしっかり抑えてという堅実な野球してるなという印象でした。ソフトバンクとベイの勝負感の違い何だったんでしょうかと。いやー、まあ本当にね、いい戦いで、昨日もね、はい、DeNA 勝ってたら勢いありましたから、うん、勢いのまま今日勝って日本一になってた可能性は十分ありましたけど、はい、まあ、全体的に総括を考えれば、やはりこのね、メールでも言ってる浜野大ちゃんさんの言ってる通りなんですけど、うん、やっぱり細かいミスがやっぱり DeNA の方が多かったですよね。でその一つで分かりやすいのが、フォアボールの数が、はい、あの6試合やってソフトバンクは18個なんですよ。ほう、だからまあ1試合平均3個。でも DeNA は53回3分の1で、はい、24個ぐらい出してるんですよね。だから、あの、1試合平均4個と3個で1個でも違うんですよ。はい、でそういったところでも昨日もね、最後、あの、中村晃にフォアボール与えたりっていうピンチを拡大することにもなったし、はい、やっぱりエラーっていうね、昨日も 目には見えなかったですけど、はい、ランナー3塁で柳田のピッチャーゴロをホームに投げてればよかったのに、なぜかファーストに投げてミスミス1点やってしまった。最後もサード踏んでしっかり投げとけばよかったのに、はい、ちょっと宮崎のスローイングが1回なんか中途半端に止まりましたよね。それで高騰して残したランナーでサヨナラですから、はい、小さいミスが結構多かったところが最後チーム力として、うん、まあね、4勝2敗っていう差になったのかなっていう感じもありますし、だからまあ表の MVP はやっぱ内川とか澤手だったりするんですけど、僕は何気にね、裏の MVP は高谷と甲斐だったと思うんですよ。高谷と甲斐、これ何か、何でかっていうと、はい、盗塁もですね、ほぼ刺してたんですよ。まあ、2つ DeNA にされてますけど、はい、昨日も苦しいところで1、3塁で三振ゲッツー取ったりとか、高谷が、初回に桑原の盗塁刺したりしながらピンチを防いだとか、はい、あとはね、フォークピッチャー結構ソフトバンク多いんですよ。ハードフォーク。でも全て止めてたんですよ、ブロッキングで。でも片や DeNA のキャッチャー陣で考えれば、はい、ワンバン止めれなくて進塁許したりとか、振り逃げされたりだとか、盗塁してもさせなかったりだとか、そういう細かいところの差もあったと思うんで、まあ、目には見えないし派手なプレーはなかったんですけど、僕は何気に高谷と甲斐、この2人のキャッチャー、ソフトバンクを率いて頑張ったなっていう、裏の MVP じゃないのかなって個人的には思ってますね。キャッチャーで言うとね、ベイスターズがその3人いて3人ともレギュラーみたいなキャッチャーの使い方っていうのが、これ珍しいって言われてます。違うんですよ、3人いるからレギュラーじゃないですよ。違うんですね。順番に出てるだけですよ。これは、はい、レギュラー1人ですから。1人に決めきれないないから3人になるんですよ。結局は絶対できない人がいれば出れないんですから。それからこちらですが、川崎市の豊さん、32歳の方です。プロ野球日本シリーズ、浜ファンとしては、まあ、結果うっすら分かってましたけれども、ベイスターズは大健闘だったと思います。選手もよく頑張ってたんですが、ラミレス監督の神采配に驚かされました。昨日の大事な一戦で白崎を起用するかと思ったら見事に大当たり。里崎さんから見て、ラミちゃんは監督としてのセンスはあると思いますか？選手時代はムードメーカー的イメージが強いラミちゃんだったんで、私としてはそのギャップにびっくりなんです。まあそうですね、あの、はい、自分のチームがどういうチームなのかってよく把握してますね、はい、だから強みなとこもあったり、逆に足りないところ、はい、弱みもしっかり把握した上で、うん、それを短期決戦の中で戦術として補おうとした努力っていうのはすごい名采配だったなと思うんですよね。だからやはり DeNA でが一番足りないのはやっぱり中継ぎ陣の層の薄さなんですよね。やっぱ1年間戦ってきても、はい、やはりあの山崎康明と後ろの外国人2人、がパットンとかそこら辺にが頑張れただけで、その前がなかなかいないところを伊能で補ったりとか、はい、クライマックスシーズは今永浜口で補ったりして、はい、なんとか補ってきたんですけど、まあ、最後は力尽きたっていうところもありますし、昨日の DH も細川だと思いますよね、普通に考えて、はい、そこで、そこで白崎を使って、だってレギュラーシーズンでも10試合ぐらいしかスタメンに出てないっていうことか。しかもそいつが2本打っちゃうっていう。いや、ほんとね、使ったラミちゃんもすごいですけど、はい、僕はね、本人を称えたいね。ああ、そこで言われて、はい、俺ですかみたいな。これみんな、よくよく考えなきゃいけないんですけど、うん、はい、いいも悪いも、采配を生かすのは選手なんですよ。だから神采配って言われるのは、はい、選手が答えたからなんですよ。うん、逆に言うと、選手が答えれない場合は、クソ采配って言われるんですよ。
ここが難しいとこなんですよ。何突飛なことしやがってってなるんですね。結局は選手なんですよ、うんうんうん、だから僕はね白崎よく頑張ったね、はい、選手を称えたい。あでも本当にまあ采配も良かったしいい戦いしましたけど、はい、まあ結局は選手層の違いが勝敗を分けちゃったかなと。でも僕はね中継ぎさえ来季に向けてしっかり厚くして戦えれば、はい、ひょっとしたらね今年は3位でしたけど、はい、2位1位可能性ありますね。若いピッチャーが多いなと先発は、はい、そんな印象がベイスターズはあるんですけど、そうしかも今年またドラフト1位で東っていう立命館の選手を一本釣りで取りましたし、この東が仮に今年の浜口のような活躍をすれば、うんうん、浜口、東、今永、石田、うんうん、左4枚抱えるサウスポー王国になるわけですよ。おこれは結構魅力ありますよね。そのためにも中継ぎちょっと強化したいですね。逆にこうソフトバンクはこうリリーフ陣盤石だったっていう。いや盤石ですよね。だからまあシーズン通りの戦い方しましたよね、はい、やはり香山石川を前の方で使って、まあ、あとはね森、うん、そして岩崎で最後澤手と、うん、でも澤手の3イニングはすごかったですね、はい、うーんあの気迫の、はい、だもし逆にあれ澤で3イニング使って今日、ま、昨日負けてたら、ええ、今日体パッキパキですよね澤でもうこれ最終戦に使い物ならないだから工藤さんも勝負かけましたよね昨日も。もうだから澤でを3イニング生かしてあとはあの土壇場の時に内川に変えてダイソー福田、まだ延長15回まである可能性もあるのにもかかわらず、だから工藤監督も勝負かけましたよね。あその勝負に勝ちましたよね。あれ逆に負けてたら本当にやばかったですねソフトバンク。はい、まあ、やっぱり澤手がすごいっていうのはこうどの辺がすごいというふうに。だからまあ気持ちですよね。なんか契約上俺は1イニングだけだからもう投げないよとかあるじゃないですか。特に外国人投手って契約の社会だから契約の反することはやんないよっていう人もいるんですけど、その中で自ら志願して3イニング投げ切ってあの気迫の投球は、はい、もちろんストレートも能力もすごいですよ、でもそのもうアメリカ人外国人選手ですけど、うん、もう侍魂ですよね。まさに熱男じゃないですか。ピッチャー版熱男ですよ。おなるほど、はい、やっぱ彼はそういうこう日本人の心みたいなものを持ってるんですね。だから最後のあの気迫は素晴らしかったですね、はい、ショーアップナイター野球知恵袋。ショーアップナイターのレギュラーシーズンで行ってまいりましたこのコーナーですが、終わったばかりの日本シリーズのことやドラフト会議、ストーブリーグなど、まあ、プロ野球話題は尽きません。でそんな野球にまつわるあなたからの疑問質問に里崎さんにビシッと直球でお答えいただこうと思います。まあ忖度なしでね、まあ、事実だけ事実だけ事実だけをお伝えします、ね、はい、はい、ファクトに基づいて、はい、これいろいろメール来てるんですが、はい、北海道のですねこちらは友和さんという方、はい、ありがとうございます。今シーズン限りで引退した井口選手が、はい、ロッテの新監督就任決まりました。正直私は引退即監督で大丈夫かとも考えさせられます。同じようなケースで就任した巨人の高橋監督もやっぱり苦労してますよね。佐々木さん、今回の人事についてどんな見解持ってますかといただきました、まあ、結局やるのまず選手なんですよ。あ監督じゃないんで、さっきのね、うん、DeNA のラミちゃん采配じゃないですけど、はい、結局やるのは選手なんで、うん、監督どうのこうのよりまず選手が頑張んなきゃいけないんですよ、はい、あとまあ人事といえばコーチ人事ね。先ほどニュースでソフトバンクの鳥越コーチと清水正臣さんが対談して、まあ、あの報道の流れで言えばね、あのロッテのコーチになるんじゃないのかっていうね。だからあのホークス OB だとかね、いろんな方がマリーンズのコーチになってますけども、僕はもうそれでいいんじゃないのかなと思ってるんですよ。それでいい、もう好きな人を雇えばいいんですよ監督の。ああ、もう お仲間たちでいいんですよ同じ考えのもと、うんうん、たまになんかあのなんていうんですか、はい、こうあの反対意見の人とか入れといた方がいいとかっていう人いるじゃないですか。そうありますね、バランス取った方がいいみたいなね、はい、そんなの入れても話ややこしくなるだけなんですよ話がややこしくなるだけ、ややこしくなるんですよ。でまたねこう派閥争いが起きたりとかーチームの調子が悪くなると、はい、ほら見ろ俺の言ってることが正しいんや、監督の言ってることなんてあんなダメなんやって言ってバラバラになっていくんですよ。うん、そんなのもうめちゃくちゃ見てきたんですよ。めちゃくちゃ見てこられた、はい、なるほど。だからもうコーチ人事は監督が好きな人連れてきてやりゃいいんですよ、あ全員、うんうん、で連れてこれない人だけ、はい、球団が用意すればいいんですよ。あで連れてきた人は、はい、ダメだったら監督一緒に全員やめりゃいいんですよ。あもうある意味内閣総辞職みたいな。いやそれでいいじゃないですか、うん、好きな人連れてきて好きなようにやって、はい、ダメだったら全員やめる。うん僕はこれでいいと思ってるんですよ。うんそこで俺だけは居残ろうとか、あ俺だけはコーチとして居続けたいとか、はい
って言うから話ややこしくなるんですよ。もう全員好きなの連れてきて一緒に、ダメだったら一緒に辞める、よかったらみんなで喜ぶ、これでいいんですよ。簡単でしょ。確かに、はい、まあ会社なとかでもやっぱりこうね、なんかこうあいつのやってることはみたいななってくるじゃないですか。す、ね、状態いい時はないんですけど、す、ね、悪くなるとね、話がややこしくなるんで、もう好きな人集めて、で、あ、ダメだったらやめる、よかったらいける、もうこれ簡単じゃないですか。でもこれ先ほどおっしゃってましたが、プレーするのは最終的なセンスだと、はい、選手の方もなんかこう派閥みたいなのがこうできたりとかっていうのはあったりしないんですか。どうなん、僕は里崎派立ち上げてたんですけどあの来るもの困わず去るもの追わずだったからあのフリーな感じだったんですよなるほどなるほど、一匹的な。僕もそういうのめんどくさいんですよ。実際あったりするもんなんですか、そういうのって。あるんじゃないですかね。あと仲良し、ロッテの場合は仲良しグループ的なやつですね。いつもご飯食べるのも一緒にやったりとか、練習一緒にやったりみたいな、派閥っていうより、ロッテの場合は仲良しグループがいっぱいあるみたいな感じで、だからその中で、まあ、まあ、僕は個の力で、この力で、はあ、結局結果出してたらね、うん、人なんてついてきますから、出せなくなったらやめる。あ、これはもう簡単ですよ。やめる、はい、それからもう一つ、こちらかんちゃんさん、調布の56歳、農業やられてる、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。野球のことについて質問募集ということなんでメールします。素朴な疑問なんですが、はい、プロ野球選手のオフシーズンの楽しみって何なんですか、っていうか何してるんですかといただきました。まあ、楽しんでいいのは一部のレギュラー選手だけですよねそもそも。なるほど。そんなの、チームの結果も出してない、個人の結果も出してないようなやつが、楽しむ時間なんてあんのかっていうそんな身分じゃないやろっていう。確かに、でも言われてみればそうですよね。休んでいいのは一部だけなんですよ、楽しめるのは。その他のやつはもう全員来季のために自分の足りないところを補うように個人として練習するべきですよね。おー、もう死ぬ気でやれと、はい、そこは。だからここの中で、はい、じゃあ今日はあの先輩から言われる、ええ、絶対にその通りやったら地獄に落ちる魔法の言葉っていうのを教えましょうか。本当、そんな言葉があるんですか。あるんですよ、はい、必ず言われるんですけど、1年間そこそこ頑張るじゃないですか、はい、あのまだ新人選手だったりとか、まだ1年目とか、初めて1軍で結果出した選手とかに、先輩からオフになると必ず言われるのはこの言葉なんですよ、今年1年間よく頑張ったんだから休めるうちに休んどかないと来年すぐまたキャンプも始まるし怪我するから休めるうちに休んどけよ。おお、って言われるんですよ。悪気全くないですよ、はい、先輩としては。言った方も悪気はないですよ、これは。はい、ある半分は事実ですから。半分は事実、はい、でもそれを真に受けて、はい、本当に 100% 休んじゃうと、キャンプ始まった時に去年の自分がどこに行ったか分からなくなるんですよ。ほう、そのぐらい体緩んじゃうってことですか。だからそのレギュラークラスとか、もう結果を何年も出してる人の、休めるうちに休んどけよっていうのは、100% 休むことじゃないんですよ。違うんですか。あの、練習しながら休むんですよ。だから今日トレーニングだけやっとこうかなとか、今日は走るのだけやろうかなとか。だからそういうのも、休んでるうちなんですよ、はい、僕らは。そうなんです。なんかほら、はい、あの年が明けると自主練スタートとかで、はい、それでこう体動かすもんだと思って、なんか12月ぐらいまではこたつに入ってみかん食べてるもんだと思って。そういや、それやるとダメなんですよ。ダメですか、はい、それは。それ本当にがっぷりや、ね、たっぷり休むじゃないですか。ええ、僕らの言う休むは、はい、練習もするけど、リフレッシュもするっていうのが休みなんですよ。はぁ。 100% 24時間何も、それはもちろんここは思い切って休もうっていう日はもちろんありますよ、でもオフ全部そんな丸々休んでたらダメですって。そうじゃないんですね。それはそうじゃないです。だから半分は正解なんですけどっていうとこ、そうなんですよ。はぁ。あ、練習してるのも休んでるうちなんですから。なんだ、みんな隠れてやってたんだっていう。あ、そういうことなんですか。そこを鵜呑みにして 100% どっぷり休んじゃうと、一発屋になっちゃうんですよ。はあ、やっぱりそこでもこう体緩めずにこう鍛え続けるっていうのは後々効いてくるわけですか。そうです。やっぱりそういったところにしんどいことを若いうちに長くやり続けると、はい、能力の落ち具合が最後、まあ、曲線で下降線たどるじゃないですか。あ、加齢とともに、はい、それがなだらかになっていきますね。はあ、若いうちのトレーニングっていう貯金がない場合は、はい、落ちるとき早いです。あの選手とかこの選手とかね、これ名誉のために個人名は伏せときますけど、はい、うん、ここでは言わないけれども、言わないですけど、打ち合わせではね、はい、しっかり伝えましたけど、まあ、そのね、電波に通しては、ちょっと本人の名誉のためもあるんで、
と差し控えさせていただきますけど、まあでもね、あのプロ野球好きな方だったら、ああ、あの人とあの人とあの人って絶対頭にね、はい、その球団ごとに、はい、この伸びしろがものすごくこう急激に上がって、ああ、いなくなったって人が、早くね、落ちるパターンあるんで、それがきっかけが怪我であったりとか、スランプだったりとか、いろいろですけど、はい、若い時に結果をすぐ出しすぎると、はい、コーチも本人に任せっきりになるんですよね、あ、出しているから、だから無理やりやらせなくなるんですよ、はい、でそうなると、追い込める選手はいいんですけど、自分で、はい、自分で追い込めない、ちょっと楽しちゃう、うん、好きなことしかしない選手は、うんうん、ちょっと落ちた時早いですね。あ、じゃあプロで活躍するとなると、もうその誘惑っていろんなところから来るでしょ。まあ、そうなんですけど、ね、その誘惑に行ったら、うん、もうそれは伸びしろないですよね。あ、じゃあ今このプロで何十何年も活躍してる人っていうのは、そこの精神的なこう部分ができてる人って多いよね。そう、だから自己管理がしっかりできてないとやっぱ戦えないですよね。はあ。で、そんな伸びしろにまつわる話なんですが、はい、あ、大和市の林太郎さんです、引退を発表する方が多いわけですけれども、まあ、プロ野球のシーズンそろそろ昨日で終わったということもあって、はいはい、皆さんいつ頃からこの引退っていうものを考える意識するんでしょうか。シーズン中の成績とかも影響してるんでしょうかと、おいただきました。まあ、引退を自分で決めれるのは本当にごく一部の人だけですよね。あー、スーパースターの人だけですよね、自分で引退決めていいのは。他の人たちは、はい、多くは戦力、本当は自分はやりたいんですけど、肩叩かれて、もう来季構想外なんで契約しませんって言われて、はい、まあ、リストラですよね。だから決めれるのはごく一部の人だけですよ。そうか、はい、そんなもんだから意識してるような余裕もないし、ないですよ、はい、だから先ほどね、ソフトバンクの大隣投手、はい、戦力外ですけど、まだ使えると思うんですよ僕。あ、ロッテなんていいんじゃないのかなってね。左だしね、はい、先発左ないし、あ、いいんじゃないのかなって僕個人的には思ってます。でもまあね、そこの球団での構想に合わなかっただけでっていうのは当然あるわけですよね。そうなんですよ。だからそこの、だからプロ野球っていうのは、はい、要はプロ野球株式会社どこ支店かだけなんですよ。千葉支店なのか、水道橋支店なのか、はい、ね、神宮支店なのか、福岡、札幌、仙台、大阪とね、いろんな支店がある12個の、うんうんうん、はあ、だから別にどこの支店でも一緒なんですよ。その野球する分にはね、うん、だからそこのね、福岡支店がダメだったら、うん、別に千葉支店でも他の支店に行って活躍できればいいことじゃないですか。うん、まあ、その代わりちょっと支店によって資本がちょっと違うんで、はい、資本が違う、はい、そこのね、ちょっと見返りの上下はありますけど、やることには変わりないんですよ。確かに、どこでやってもレギュラーになって成績残せばね、それなりの見合った給料くれますから。ツーポスさんのスポーツ裏話。さまざまなスポーツやプロ野球に関する情報をお届けしている里崎智也のスポーツ直球勝負。そんな中、番組では直球ではなく隠し玉とも言える選手の裏事情に詳しい自称球界関係者、ツーポスさんと名乗る男と接触することができました。この時間ではそんなツーポス氏との極秘インタビューの様子をお聞きいただきましょう。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今日もよろしくお願いいたします。おー、よろしくね。よろしくお願いします。はい、そういえば飯田さん、阪神ファンだよね。はいはい、そうです、そうです。これヤマト引き止めなくても大丈夫なの？いやー、ヤマトできればいてほしいんですけど、これ坪さん、なんとかなんないもんですか？お金だね。やっぱりそこ阪神球団なんか渋くないですか？どうなんですか？ヤマト君ならね、他の球団欲しいとこあるよね。勘弁してくださいよ、そんなこと言わないで。ちょっとで、まあ、あの、今日はその話はちょっと置いといてですね、改めてツーポスさんについてね、1ヶ月ぶりですから、はあはあ、あの、野球に関連した IT 関係のお仕事されてるってことでいいんですよね。ああ、そうね、あの、まとめサイトね。まとめサイトですか？なんちゃら速報的なやつあるでしょ。はいはいはい、あれですか？はい、いろんな情報がこう集まってくるっていうね、話を聞きますが、さまざまなこう選手ともつながってらっしゃるということでいいんですよね。もちろんね。ああ、で、坪さん、実はメールもいただいてましてね、おうおう、1ヶ月ぶりじゃないですか。うん、で、あきる野市のいつも笑顔さん、47歳の方なんですが、お久しぶりです、坪さんと。お久しぶり。さて、坪さん、かれこれ1ヶ月前、何の話したか覚えてます？プロ野球選手の優勝旅行に行く裏技ですよ。坪さん、首長くして待ってたんで、よろしくお願いしますと。ああ、あれね、忘れてたね。忘れてましたか、坪さん、やっぱり。1週間ぶりだからね。1ヶ月ぶりです。うん、あ、1ヶ月ね。そうそう、忘れちゃった。あのね、はい、優勝旅行の話なんだけども。そうそう。まあ、今年はね、うん、日本一のソフトバンクと、はい、広島カープが優勝旅行に行くと思うんだけども。はい。
一緒にファンの人も行きたいでしょ。いやいや、優勝旅行それは行きたいでしょ。行きたいですよ。で、行く日にち教えようか。大丈夫なんですか、そんな教えちゃって大丈夫なんですか。大体ね、優勝旅行っていうのは、はい、日にち決まってんの。そうなんですか。14日前後だね。12月の12月の14日前後。え、もう決まってるんですか。決まってるの。それなんでかっていうと、いいんですか、それ言っちゃって。いいのいいの。いいの。それに一緒にね、はい、まあ、ハワイ、ワイキキあたりに行っとけば、もう選手いるから、いっぱい。いますか。それなんでかっていうと、はい、12月、今年10日に、はい、ホノルルマラソンがあるのね。ああ。ホノルルマラソンの前後っていうのは、すごい人でホテルも取れないわけ。はい。確かにそうですね。で、クリスマスまで行っちゃうと、はい、旅費が高くなるの。たあ、なるほど。だから、ホノルルマラソン後、はい、クリスマス前。ああ、12月24日より前。これが、優勝旅行の最高の日程なの。はい、一番安いから、旅費が。あ、そうなんですか。うん。はあ、やっぱそう、こう気にするんですか、球団的にも。どうせ行くなら安い時がいいじゃない。いや、まあ確かにそうっすね。だからね、12月の14日前後ぐらいに、はい、アラモアナショッピングセンターぐらい行ってると、多分ね、もう、プロ野球チームの選手関係者、はい、合うね。合いますか、うん、合いますか、これ。だからね、ホークスファンの人が、はい、ホークスの選手と優勝旅行一緒に行きたい。理由ならば、はい、それぐらいにハワイ行っちゃって、なるほどね。そうか。そこしかピンポイントなんすね、坪さん。大体ね、そう。はあ。たまに広島カープがホノルルマラソン前に行っちゃうっていう話もあるんだけど。あ、そうなんですか。大体は、大体は、もうホノルルマラソン後、はい、クリスマス前。まあ、ここ、そうか。あんまりホノルルの前だと、今度日本シリーズの疲れもあるし、みんなと。あとはあとね、プロ野球界いろんな行事があるから、はい、それにも出なきゃいけないのね。あ、オフになったらなったで、なるほど。選手会の総会あったりとか、正月番組の収録あったりとか。ああ。いろんなのが12月1週目ぐらいまでは多いのね。年末進行ってやつですね。確かにそうですね。だからね、14日前後、まだ予約できるよ。いやー、そう。また、プロ野球の話からテレビ業界の話とか、いろんな事情に詳しいですね、坪さん、やっぱり。あとね、ソフトバンクがなんで日本一になったか、はい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 、チーム力以外であるの知ってる？いや、知らない。え、チーム力だがって、佐々木里崎さんも言ってましたけど。違う違う、あいつまだ分かってないの。マジっすか。うん、違うんですか。全然違う。いや、キャッチャーがいいとか言ってましたよ。あ、浅いね。浅いっすか。カイト・タカがいいとか言ってましたよ。浅い浅い浅い。チーム力以外でも勝つのあるの、秘訣が。あ、そうなんですか。それはね、はい、ベンチにあるんだけど。ベンチですか。ソフトバンクのベンチの天井を見てもらうと分かるんだけど、はい、ベンチの天井って普通どうなってる。無機質な感じでしょ。なんかだって外側から見ると緑色塗られてるじゃないですか、どこの球場も。感じでしょ。あとなんか扇風機ついてたりとか。あ、なんか暑そうなイメージあるでしょ、はい、でもね、うん、ヤフオクドームの一塁側ソフトバンクのベンチの上はね、ええ、青空になってる。マジっすか。真っ青なブルーに染まって、ええ、白い雲がなってる、はい、もう晴天の青で。そうなんですか。どんな状況になっても、はい、ベンチでは明るく、ええ、晴れ晴れした気持ちで試合に臨んでいこうっていうのをつけるためにベンチの上が、ね、青空になってる。ええ、わざとそんなこう塗ってるのか、写真貼ってるのか。俺12球団のね、本拠地行くけどね、はい、ソフトバンクだけだよ、そうなってんの。あ、そうですか。チーム関係者偉いよね。それで選手の気持ちも晴れ晴れにして試合に臨もうっていう。はあ、なんかこうミスしたりとか、あちゃーって言って上向いた時には青空がある。青空があるっていう。上向いても暗くなんない。はあ。どんなのか見たい？いや、見たい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 。あ、それね、写真撮ってきたからね。このスポーツ直球勝負のね、はい、ホームページに。え、本当ですか？うん。いいんですか？載ってるから。あ、すいません。確認してみて。あ、じゃあちょっとスタッフに後で送っていただいて。うん。あ、そうですか。そんなことまで気にしてるんですね、球団っていうのは。偉いでしょ？でも、12球団ではソフトバンク以外でないのか。俺の知ってるところで言うとソフトバンクだけだね。はぁ。ひょっとしたらね、はい、行かないところもあるから、真似してるかもわかんないけどね。あ、なるほどね、うん、まあ、あるいは今話を聞いて来季から分かんないし、やってるかも分かんない。なるほど。うん、いや、坪さん本当いろんな話ありがとうございます。また来週以降も一つ、来週もね、はい、いい話用意してるから。マジっすか、うん、ギリギリ危ない、ギリギリのところお願いしますよ。うん、攻めていくね。はい、でも今日はありがとうございました。 ありがとう。いやー、坪さんやっぱ攻めますね。どうですか、里崎さん聞いてて。あの人なんか俺のこと全然分かってないとかなとか、好き勝手言いやがってね。言ってましたね。本職だからね、こっちの方が。こっちはプロ野球解説者ですからね。舐めてもらっちゃ困るけどね。いやー、でもいろんな話聞きましたね。